ただいまより第7試合スーパーファイト K1 フェザー級ワンマッチを行います。青コーナー170センチ 57.5キログラム、 K1 甲子園2015アンダー55キロ王者、日本 K1 ジム相模王のクレスト、最強ハルマ。上昇軍の不動心はスピードモンスター、最強ハルマ19歳。赤コーナー165センチ 57.3キログラム、第2代クラッシュアンダー58キロ王者、日本 K1 ジム恵比寿小比類巻道場、小沢海斗。もう負けないと決めたあいつにたどり着くまでは。小沢海斗24歳。レフェリー和田亮太。完全に動向を開きまくってます。 K1 ジム恵比寿小比類巻道場、小沢海斗。さあ視察戦はあるか。画面右側は最強ハルマ超新鋭です。グローブを合わせる。まだ眼差しは合わない、そのまま合いませんでした。さあゲスト解説は中村拓海さん、そして K1 公式サポーター関根勤さん、そして正人さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とにかく関根さん、はい、この戦い楽しみなのはもうそれぞれのスタンスはっきり分かれているところですよね、はい、そうですよね。最強が上り調子の19歳、その瞬殺クラッシュでの最短 KO 記録なんていうのも持っていますが、小沢はそのクラッシュで現在チャンピオン。そうですよね、今もう脂が乗ったチャンピオンですよね、そうですね、そして最強の兄弟子であるタケルを狙っているというのはもうこれは何を見るよりも明らかです。そうですよね、だから最強としてはもう先輩の名前を出させないように、はい、倒すと言っておりますよ。関根さん、でも最強のその物言いですとか物腰、もう落ち着き払ってますよね、またね最強ね、弟がもね、はい、プレミアムファイトで 2勝目を取りましたよね。そうですね、兄弟で、強いですよね。今大会揃い踏みとなっています、さあ中村さんに伺いましょう、はい、これ右手を前にして小沢はどんどん前に出てきますが、最強攻撃早いですね。そうですね、まあ、小沢選手の方もね、K1 ではあの初代のフェザー級トーナメントで決勝では武部選手も負けてしまったんですけど、今年に入って自分が持っているクラッシュの防衛戦でユンチーにね、はい、本当にユンチーのパンチョコ完璧にこう攻略して勝って、改めてね、K1 だったりトーナメントを参戦して強くなったなっていうところを見せてくれたので、またここでもね、また日本人相手にね、どんな試合をするのかっていうところもちょっと楽しみですよね。またそれがこの最強ハルマというニューカマーっていうところですよね、はい、そうですね。確かに、でもそのユンチー戦、小沢自身も成長を感じさせましたが、まだこれ自分の理想には程遠いんだというふうに常に語りますね。さあ正人さんに伺いましょう、はい、サウスポー同士ですが、これどう映ってるんですか。まあ緊張感ある戦いだなと、小沢前に出ながら、多分西京選手の方がちょっと距離が遠いんですね、はい、で小沢選手はまだ自分の距離じゃなくて強引に詰めようとしてるんですよね。この距離、西京選手の距離なんですよ。さっき一回左ストレート入りましたからね、左ローから左ストレートを、ちょっとまだ遠いなと思ってますが、こう詰めていって近い距離、はい、あーっとっとーっとダウンです、ダウンです。西京アルマダウンを奪っています。ちょっとこれ正人さん、ワンツーと攻撃、まあ一瞬ですよね、一瞬、まあ顎に入りましたね、左が入りましたよね、で腰落ちたんで、まあダウンとされたんでしょう。左のフック早いですね、パンチのコンビネーション、このコンビネーションから膝とかいいですね。これが新世代スピードモンスター、こうなるとまた小沢選手強引にもっと詰めようとしますからね、はい、そうすると西京選手のカウンターをもらう可能性もあります。でもちょっと焦りますよね。いやー、これはポイント取られたんで、そうですね、この後気になります。第1ラウンド終了です。いや、しかし正人さんに引き続き伺いましょう、はい、これ西京ハルマ、そのタイミングもあるでしょうけれども、タイミングもあるし、やっぱあと距離がちょっと長いですよね、遠い距離を持ってますよね、はい、そこを小沢選手が強引に入ってきたところをカウンター取ったというか、
当てたっていう。その刹那っていうのはどうですか、これ再起をしっかりコントロールして見えてるな。見えてますね。で多分このラウンド小澤選手強引に詰めてくると思いますよ、はい、2ラウンド目。そうでしょうね。でも最強選手も冷静にカウンター取りに来ると思いますけどね。いやその2つがどう組み合うのかという第2ラウンド以降ですね。関根さん、ちょっと右フックだ。右フック入りましたね。これは見ものですね。そうですね。これで小澤選手出てくるからもっと絡んできますよね。さあ第2ラウンドミドルキックでやはりこうして距離を取ってくるのか。青いグローブの再起をちょっと距離が遠いんで当たらないじゃないですか、はい、あのワンツーがのいいワンツー打ちますね、再起選手。これも速い、強いな、威力ありますか、うん、さらに相手の嫌がる膝、自分の蹴りが当たらないじゃないですか。確かに中村さん、小澤も何とかしたいと、こう回転技も、あの西京選手、蹴りの方を、お膝をつきました。これはノーダー。今までこう結構蹴りのイメージ強かったんですけど、ワンツー左ストレートはいいですね、今日は、ね、スピードがちょっと、こう比べると小澤選手よりはだいぶ速いのかなと見えちゃいますよね。ただまあ、あの後半になもっと小澤選手は圧力かけていった方がいいですよ。あの圧力かけていけば、詰まりますし、ずっと逃げることはできないですよ、ね。まあ、足払いかといって打ち合いも強いですけどね、西京選手。そうですね。また関根さん、食らいませんよね、西京、ま、目がいいですよね。いや、7番とガードこじ開けてというのが小澤です。ちょっと詰めた時にもああなると小澤選手、はい、きついですね。あ、そうですか、ちょっと今西京選手がコントロールしてますよ。バックブロー、今のバックブローがきつい証拠なんですよ、ああいう技を出すっていうのはシグナルとなって現れますが、西京はこれ確実的確な攻撃、やっぱり何をやっても当たらないからああいうバックブローを出すんですよね、はい、西京の方はリズム変わりませんか。変わらないですね、うまいですね。ちょっとこれ中村さん、まだここまでの局面ですけれども、はい、末恐ろしい19歳ですね。そうですね、ちょっとこう小澤選手の持ち味のこう爆発力というか、こう出るとこまでまだいかないですよね。ただなんていうんですかね、今時の子っぽいっていうのがこうなったら倒してやろうとかじゃなくて、まあ冷静に痛めつけていく、冷静に戦っていくところが、焦り一つなし、その最強の戦略、いやもう関根さん、人間性自体そうなのかもしれませんね。なんか落ち着いてますね、いやなんかもっともうちょい10年前くらいの選手だったらこれ行ってやろうって多分5人に行くような気がするんですけど、ね、そこで行かないのがやっぱ今時っぽいなっていう。ああ小澤にその距離にさせません。長い距離で右を放って左膝、再起を打ち込む飛び膝、大技で何とかしたい小澤海斗、それもきっちりブロックして第2ラウンド終了です。いや小澤ここからするとフラストレーションたまりますよ、これでしょうね。いや最強の性格あれば、中村さん確かに小澤のその性格もありますからね。まあでも何かしらこう状況を変えないと、このままいくと、まあ、ずっと西京選手がうまく距離取られて次の3分間も終わると思うんで、まあでも強引に行ったらカウンターもらう可能性増えますよ。こういう時どうでしょうね、正人さん、これアドバイスというのも小澤さん。いやでも小澤サイズだったらもうダウン取られてるんで、はい、行かざるを得ないですよね、行きますよね。井上選手が、井上尚弥選手見に来てますね。セコンドアウト、セコンドアウト。さあセコンドアウトの声がかかっています。弟の優馬選手から送り出されました西京春馬、そしてグローブを合わせてこの表情、いつもと何かが違うか、いや大きく違うか小澤海斗。この3分は何かが起こりそうですよね。起こさなければというのが関根さん、小澤ですね。そうですね、来ましたね、来ますよね。開かぬ扉、なら壊すまでと小澤の戦いです。強引に行けば隙も出ますよね。だからもう
ハイリスク入りたんですよね、小沢としては。ダウンは1回奪われています。小沢海斗奪い返さないとっていうのありますよね。そしてそれ以上ですね、それでも最強は距離を取る。小沢選手の性格からすると、おお左、はい、マサトさん10代に負けるわけにはいかないっていうのがあるんじゃないですか。絶対これ存在するでしょうね。やられてたまるかと24歳。そして中村さん、はい、タケルの弟弟子でもありますね。もうここでね星を落としてたらそのせ、ね、名前も出せなくなるでしょうからね、はい、ここでまた行かない最強原田選手がやっぱり今どきっぽいっていうねえ、小沢が出るしかないという話、ね、もあります。出ないっていうのはねちょっとメイウェイザーっぽいですよねそうですね、ロイド・メイウェザー。また関根さんこうかわしてうまく当て込んで、間合いを取ってですよね。やっぱり西京選手もね、やっぱり小沢選手の一発があるっていうのは分かってるから、そうでしょうね、ワンツーそこには力がこもって見えます、こうして中村さん自分のやるべきことを淡々と成し遂げて一撃一撃タイミングとパワーを込める。そうですね、うん、小沢穴見えるか、前蹴りから入ってくる小沢です。それでもここもブレイク、なかなか前に出ても雅人さん、まだ小沢がこれ距離設定できませんか。やっぱ上手いんですよね西京選手はね、これまたダウン、さっき上げた、動き止まりましたね。あー、足元効いてる、効いてるけどまた行かないと、行かない、まだ出ない。西京がクレバーですよね、これはなんと左ストレートを伸ばしてくる単発で、しかもその精度高い、左ハイ、前に出てくるのは小沢です。それしかないでしょう。残り25秒を切っています。西京が距離を取って右左、ナイスミドル、左ミドルから小沢一撃当て込むしかありません。中村さんもうそれしかないですね。そうですね、あと10秒を切っています。ただ行くと膝と左ストレートがあるんで、最強ハルマスピードモンスターのアリ地獄のような戦い、安定に入ります。完封しましたね、完封、完封です、パーフェクト、はい、いやこれ小沢選手悔しいですよこれ。いや何か関根さん、小沢にしてみたらもうそのアイデンティティごとちょっと崩されかねないような、なんかねもう消化不良みたいなね、はい、なんかもう、いや強烈です。その花っ柱へし折るかのような最強春馬、ロングフックを見せています。そしてもう汗も拭って涼しい表情。お知らせいたします、ダウンは1回奪われています。小沢30対26、青最強、ジャッジ勝本30対28、青最強、ジャッジ永瀬30対27、青最強。以上判定3対0、最強はいずれも30ポイント、小沢は26、28、27と3人のジャッジはつけました。3対0、うん、そして握手も交わしましたね小沢海斗。いやこれだけやられてしまうとあれですよ、なんかなかなか次のこと考えられないですよね、小沢選手からするとこれだけの試合されちゃうと。なんと西京春馬が、しかしまた中村さん、はい、これ能力もさらに上げてここに来ていたのも間違いありませんね。はい、まあ、K1 ではねずっとK1 甲子園とプレリミナリーファイトで試合で、今回がねスーパーファイト初参戦だったんですけど、ここの落ち着きようと、はい、試合勝負にこう勝ちに徹底できるこう気持ちの強さとか、そういったところはもう年齢とかキャリアね関係ないものだと思うので、まあ はい、このねこの階級の間違いなくトップ選手だと言っていいと思いますね。あとはあれですよね、もう一皮むけるのはやっぱり倒しに行く姿勢っていうのが、やっぱりただ勝てばいいっていうのではそれだけの選手で終わっちゃうんで、はい、またねやっぱりこの階級ではタケルとかも倒して勝つとか、うん、そ
そういう気持ちを持って戦っているので、まあ、3対0もう一回向けてもらいたいな。そうですね、望みが生まれますよね。いや本当強いですけどね、いや最後はまたこれまた冷静な弟ともツーショットとなりました。関根さん、最後に感想を一言ください。いや、この2人がまた K-1 を盛り上げてくれると思います、素晴らしいですね。そうですね、いや弟16歳最強ユーマ、兄19歳最強春馬、強い